天体望遠鏡の部屋。スカイウォッチャー AZGTI 新スキャンプロサテライトトラッカーテスト編。2022年8月、スカイウォッチャーからテスト用暫定バージョンで公開されている衛星追跡ソフトを使って、国際宇宙ステーション ISS の追尾を試してみようと思います。過去に何度か手動撮影にトライしていますが、まともに追尾できたことがありません。もし自動導入課題で ISS を追跡できるのなら、カメラ操作に専念できるので撮影できるかもしれません。新スキャンプロのアライメントがしっかり行えるかどうかで追跡精度が決まってしまうのですが、今まではきちんと3スターアライメントで運用するような使い方をしていませんでした。しかも最近は夜になると雲が湧いてきて、まともに星を見ることができないので、基準星が利用できるかも怪しいです。今回は本番を想定したテストなので、実際に ISS を追跡するわけではありません。なのでアライメントは簡単な1スターアライメントで、明るい木星を使って行いました。直近では8月22日の午前4時45分が ISS を見ることができる最適なコースとなるようです。プレビサットというソフトから追跡用に ISS 軌道情報ファイルを生成するのですが、どうも直近のデータしか出力できないようで、目的の本番日時のデータを生成する方法がわかりません。幸い似たような高い高度を通過するデータが取得できたので、これを使って実際の撮影を想定した装備でテストを行ってみました。 AZGTI に載せる鏡頭はアキューターオプティクスの MAK80 で、ソニー ZV-E10 を接続して直焦点撮影を行います。焦点距離 800mm でちょっと短すぎるかもしれませんが、軽量で焦点距離が長いものがこれしかありません。追跡精度も未知なので、あまり超焦点だと撮影に失敗する可能性が高いとは思います。 ZV-E10 はフル HD の動画撮影で、超解像ズームも併用して2倍拡大までは使えます。これで満月が少しはみ出るくらいの画角になります。 ISS の月面通過の写真などを参考にすると、おおよそ映り込む大きさが予測できます。ゴマ点のような大きさなので、今回の撮影機材では形状把握など多くは期待しない方が良さそうです。とりあえず画角内に収め続けられる程度の追跡が行えるのかが一番知りたいところです。 MAK80 のピント合わせは雲で、星がほぼ見えないので、遠くの街灯を使って大まかに無限遠に近づけています。 ISO 感度を上げすぎるとノイズだらけになります。シャッター速度は4分の1まで落とせますが、追跡しながらの撮影ではブレまくる可能性が高いので、できるだけ高速シャッターを使用したい。 60fps で動画記録するとして、60分の1以下のシャッタースピードまで上げると、ISO 感度はかなり高くしないといけないかもしれません。 ISS 自体はかなり明るく光ると思われるので、状況を見ながら変更する必要はありそうです。もう1台サイオニクスオーロラスポーツの AZGTI に同化します。こちらは 50mm レンズの画角があるので、よほど画角から外れるという状況にはならないはずです。動画編集でオーロラスポーツの画面を重ねていますが、実際には ZV-E10 のライブビューを見ながら位置補正や撮影調整を行うことになります。テストトラッキングを開始すると、現在の日時に合わせて軌道情報を修正して動作するようです。これで当日と同じ動きを確認できます。新スキャンプロの画面が切り替わり、衛星追跡状態になっていることがわかります。ステラショット2を同時に接続しておけば、星図上でどこを向いているのかを確認できるようになります。遠くにいるうちはゆっくり動いていますが、
電柱付近では移動速度がかなり速くなります。の速度を上回るようで、途中一定時間ロストしたような状態になり、違う向きを動き続けます。しばらくすると本来の軌道に復帰して追跡を続けるようになります。
大体、動きは分かったのですが、本番ではいろいろ起こりそうです。時間が非常に短いので、一つ、何か問題が起こると、リカバリーする時間と余裕はなさそうです。何より、天気予報がいまいちで、また雲だらけで撮影できずとなりそうです。